はい、それでは関東最強決定戦スペシャル、横浜フリーダム予選ですね。これから準決勝の試合始めていきます。勝ち抜いてるチーム、4チーム、シトクスペネチーム、シトネ、スペさん特産チームと丸山チーム、ルクルカルケア1000チーム、それと日光大付属チーム、スー高木風水と、俺に勉強させてくれ畑正メロカトリのチームが、準決勝4チームですね。でまずは準決勝第1試合、シトクスペネチーム対する丸山チームです。見ていきましょう。さあ出てくるのは姫歩くスペさんのハーフ姫対するのは、キキでプレゼントという天さんですね。まずは姫が体力リード、しかし姫がスライディングで切り返そうとするも勝利を狙ってしまう。受け入れで姫がチャンスを取って受け入れが良い。これはよくわかんない。アークドライブで締めていく。ダメージ狙いっていうか先スパ狙いなのか、サーキットブレイク狙いねからのフレームから裏回り重視。これは最初厳しい。ラン取っていくのはスペー姫歩く。ハーフスタイルの姫歩く、ただいま姫歩く特殊な技が多いのにハーフとなるともう見たことない人も多いでしょう。しかし相手がどんなキャラであろうとやられる前にやれば問題ないんですよ。そうまずは飛んだ線にどんどんならない。敵にとっては裏回る。しっかり護衛で勝っていくもその後どんどん繋がらない姫歩く。どうする天さんも攻めたいが一定分かってない。さっきから風を伝えまくる。コピーから波に当たる。どんな波にシールドが落ちた。波に落としてメッシーからの風が入る。かっこいいエリアル。どうだぞこれ DX2 人から下からのジェシー5番コビー。よくわかんない。技が一体リバースとかなんかなるんだけどわかんない。これコビーはよくわかんない。はい、勝利です。なんと2回マイルゾン着信何も出なかった。今姫好きだらけっぽかった。はい、投げる。投げ返す。嘘でしょ。画面端姫が勝てめる手だから怪しい動き。上り中段が今動けなかったっぽい。しかし風があった。わからない。西リバースでしょ。右動いていいんだか見えないんだか分かんない。そのうち5番で決めて勝っていったのはスペ姫歩く。わからん殺しですね。幼き姫の夢で。まあしかし知らないキャラを選択するというのも一つの戦略であり強さというのは誰かが言ってた気がします。いいんじゃないでしょうかね。宣伝です。フルワルク使い募集中です。2代目隕石使いさらに募集中です。仕事にして。はい、次バルケンさんのセクシーで宣伝でくるのはスタイルはクレセント。姫歩くに対してセクシーなら捕まえれるだろうという作戦でしょうか。よくは知りませんけれども、さあ見ていきましょう。ゲロマこの組み合わせがガーフと聞きました。どういうあの日本語がよくわからないので無視していきましょう。はい、始まっていく。決心に対して声でコンプしていく。勝利で切り返す君歩く。勝利は2段あるんでね、まあ、なんとか勝つでしょう。風を巻いていく。バックダッシュ JC が入る。ゴミが入らない。スカル、これは半角だったけれどもこっちの距離が遠かった。残念として置き攻めで声でした。で、プレアの光が出て、で、ガチャの口に入る。その後、少し並べて、で、ガーして、で、キッチが、で、キッチを回復して、ダメージを取っていく。下がってね、これ。楽しくなってきたぞ。キノキノシャン。5番、5番、暴れを誘う。で、5番が入ってしまう。これは、キッチがラウンドを取ったのは、ガルキアセクシー。ダウンの攻撃力、機動力、攻撃を何とかしなければ接戦は厳しい。ガンプを耐え、裏回りでしっかりシールド取っていって落とす。楽しくなってきたぞ。どっか行って最初に1回ユニクル取ってバンカーされる。 JC が入る。バンカーして2番です。 JC が入って、はい、2段コスで止めて落とす。ダメージ要請で JC 5番5番5番に行くわけやるね。やる落としてダンク楽しくなってきたぞ。2回目が入らなかった。5番5番10分こちらに向かってチャッチ5番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 はい、JC 入ってから中段入れ込みです。まず投げ、あとちょっと中央に決めるか。はい、リバース投げてた。なんでしょうかね。はい、ダシコパン刺さる。変わってきたのガルキアティッシュ。やはり敵の猛攻を耐えられなかったが、逆にね、姫歩くってキャラがね、まだなかなか時間経ってないから、全キャラ対できてる人は少ないでしょう。まあ、しかし大会勝ってた、勝った方が立っているというこの悲しい現実。さあ、だんだん次、ガンガン次行ってみましょう。姫歩くやられたら出てくるのは人の筆跡。
ダブルカルケさんのスタイルは悩んでいるか悩まないかプレゼントかプレゼントセクシーですね。一曲組み合わせだけ見るとちょっとバージョン少なくてね、古いことしかやってないかな。まあわからんでもないと思うんですけど、オタマコンとか新しいから はい、開幕カルケさんの JC が入って始まったこの試合、コパンコパンコパンセクシーが攻めるやってだから気を決めて JC はガールプレイヤーさん DX 誇りでごまかしてさあ、それ対が獣がじゃねえ、それが邪魔セクシーが弾を攻める、ガルケさんが突っ込んでいきます。これからのニャンプレッシュが全身に届きまう、そしてデカい食らいたくないけれども、なんかピークが見えるんですね。あとははい、食いついて、低空に行くときからボカボカボカ、まあ、2超えってなんか突然は見えますね。まず、ダメージから EX 処理で受け逃げをしますけれども、それはここまでいろいろ注意したいんです。 JX ボカン、低空処理、どうにもならない。カルケさん、ゲージが欲しい。ここにおまけのコパンが入る。ワンチャンス叩き落として拾い直す。これが当たらない。これは変えない。はい、ジェリー食らって、はい、ラドットかな。カルケ選手、はい、ペリコンターというのが入る。ジェリー食らって拾うことはできない。ジェリーから着地コパン、はい、ジャッジコパン、これは勝って、ジェリーからガッテッタなガルキャセクシュ攻めますね。中堅ガルキャセクシュがガンガン倒していって、特産のネロ大将を引きずり出す。大将出てくるのは特スピを開発した第一人者、まあ、名前通りですね、特ネロ。今回、5シータ目のダメージがものすごいことになっているので、コンボ絡めるとセクシーなんか言ってどうなってしまうのか恐ろしいことですが、やられる前にやればいい。カルケアさんが点で取っていった。はい、中堅大挑戦、ポイントループ決めていくのはセクシー。 DX 引き物からストレート飛んで、セクシーからのコパンコパンが入ったので一度ヒクラブ人からまず繋いでいく。いい判断です。落としてシータン大砲当たる。これは何とかしてジェビー、ジェシー簡単に降りてきた。ジェシーがジェビーを食らってしまう。まず出てる話で画面端に浮かして裏回る。どうにもならない。ガードパンが出てきた。手出してガードする。シータンが画面端にいやらしい。はい、シータン出てこれましたね。今のは厳しい。この石を引き伸ばせない。ガードパンが出てループからの引き付けを引いて着実に削っていく。すごい投げ進まない。さあ残るネロ、本日が魂で出しても自分の発動に食らってしまう。さあ取っていくはガルキャセクシュ。さあリーチをかけました。ジェシー使って寄せにしたので5番いけ守りジェシー。ガルキャセクシュガードちょっと今のは裏方な。押し込んだ魂で使ってしまう。押し込みがありますね。わかりますよ。ジェシーをかわしてジェシーに打ってくるセクシュ。消えてます。それでジェシーの道からのいつものジャンプコードしたらなんか言ってくる。
おめでとうございます。丸山チーム決勝進出で、取得スペネチーム3位決定戦あるから帰んないでください。まだ行ってください。よろしくお願いしますね。